それでは走るという文字、この文字のかっこいい書き方ポイントをやっていきたいなと思います。この走るという文字をかっこよく見せてあげるためには、何よりも一番のメインポイント、メインパーツにあたるこの右払いの線をいかにかっこよく見せてあげられるかどうか、これがこの文字の大きなポイントになってきます。なのでしっかりこの右払いをかっこよく見せてあげることによって、この文字自体がかっこよくなっていきます。その上でこの右払いをどういう風にかっこよく書いてあげるかどうか、これが重要になってきます。その上でこの右払いをかっこよく書くためには、この右払いの線の長さ自体が短くなってしまえばしまうほどかっこよく見えなくなってしまうので、しっかりこの線の長さは長めにとってあげること、ここによってまず一つ目のこの右払いのかっこよさポイントができてきます。なのでこれどうしてもこれ短めになってしまったりもするんだけれども、ここの部分でですね、長めに引っ張ってあげるとまず最初ポイントとしてはいいかなと思います。この長さポイントが一つ目になります。ただこの長さポイントだけではかっこよく見えてこないので、二つ目のポイントも意識しておかなければいけません。その上でこの右払いをかっこよく見せてあげるためには、二つ目のポイントとして、最後の払いの部分がちょっと止まって見えてしまうと勢いがそがれたような形になってしまうので、しっかり最後の部分で払ってあげること、これによってですね、この右払いかっこよくなっていくので、ちょっとここの部分で最後速度を上げてあげると非常にここの部分払った勢いが出てきます。なのでしっかりこの抜いた線を意識してあげるために、速度をちょっと最後だけ上げてあげると非常にかっこよく見えてくるかなと思います。なのでこれ、適当に速度スピード感を上げるからといって、とにかくビャーッと書いてあげればいいのかっていうと、ちょっとこれだとですね、最初から最後まで速度を上げすぎてしまうとちょっと雑さにも感じてしまう場合もあります。なのでこれ、速度の変化をさせてあげると非常に綺麗にかっこよく見えてくるので、ここの部分で最初の部分はある程度、ゆっくり丁寧に書いてあげて OK です。最後の部分だけこうスパッとこう払ってあげると非常にこのあたりがかっこよく見えてきやすいです。なので最後の部分の払いに注目して、速度をちょっと最後だけ、ここの最後だけを速度上げてあげると非常にかっこよく見えてくるかなと思います。さらにさらに3ポイント目、ここが大きな大きなポイントになってきます。この右払いをかっこよく見せてあげるためには、ここの部分の長さと払い、さらにここの滑り台の落ち方が重要なんです。ここ右払いの始まりから終わりまでのこの高低差をしっかりつけてあげる、滑り台を落ちるようにしっかり下に向かっておくことが非常に重要になってくるんです。ところがこの右払いの高低差がついていないような形で平行に入ってしまうと、文字自体のなんかかっこよさというか勢いが見えなくなって、ちょっと文字自体がぺちゃんと見えてきてしまいます。なのでしっかりここの部分の高低差、滑り台を落ちるようにしっかり落としてあげることが重要になってきます。なのでここの部分のしっかりとした長さプラス払いプラス高低差、滑り台をしっかり落ちてあげると非常にこの文字はかっこよく見えてくるかなと思います。なのでしっかりですね、上の方からですね、スーッと下ろしていって最後だけペッと剥がれてあげる、そうすると非常に右払い自体がかっこよく見えてくるので、しっかりまず最初この右払いをかっこよく見せてあげるといいかなと思います。なのでこの右払いをしっかりかっこよく書いたら、ただここの部分のただ単純にこの右払いをかっこよく書いただけでは、この文字自体がまだちょっと物足りなくなったりもします。その上でこの右払いをより引き立たせてあげるために、この一歩手前のこの左払いに注目してあげなければいけないんです。この左払いの書き方一つでこの右払いが非常にかっこよく見えるか、はたまたこの左払い一本でなんか右払いがかっこよく見えなかったり、この文字自体がなんかかっこよく見えないなって言ったことも起きてしまう一点になってしまうので、しっかりこの右払いと左払いに注目してあげたいんです。その上でこの左払いのポイントは3つあります。このポイントとして、まず最初スタート位置がこの縦線、この縦線に近いところから遠くへ向かって長い線で引っ張ってあげるよ、これが重要なんです。近いところから遠くへ向かって長い線で引っ張ってあげる、これによってこの文字非常にかっこよく見えてくるんですが、この真逆をしてしまう、この左払いの線がこの縦線に遠いところからスタートして
下に向かって短くなる。こうなってしまうと一気にこの文字かっこよく見えなくなってしまいます。どれだけ右払いを長めにしっかりこう書いていたとしても、せっかく右払いを書いていても一番問題になってくるのはここ離れているこの空間なんです。この白の余白空間を出せば出すほど、ちょっとこの右払いがかっこよく感じにくくなってきたりします。その理由として、この空間があることによって、なんかパッと見た瞬間にちょっとこの白に目線が入りやすくなったりもするんです。この白の空間は最後の右払いのこのかっこよさを薄れさせてしまう一手になってしまうんです。ここ右払いを長く書くことによって真上にかなり余白空間たっぷりできます。このしっかりとした余白空間がここの目線作りにつながっていくんです。ところがここにも空間があると、こっちにもなんか目がいっちゃうなっていうことにも起きてしまうので、ファーストインプレッションとしてパッと見た瞬間に、確かに右払いが長いとこの右払いにも目が入ってくるんだけど、パッと見た瞬間ここにもちょっとだけ目線が入ってきたりします。ここの目線のブレが起きてしまったりするので、これをパッと見た瞬間にこの空間ある程度引き締まっていることによって、こっちだけに目線がパッとここに入ってきやすいんです。なのでしっかりとこれ近いところから入ってあげて、さらに遠くへ向かってあげる。ここの左払いの長さやしっかりとこっち側左方向へ少し向かってあげることによって、左へ向かい右へ向かい、このしっかりとした左右への伸びが感じられて、伸び伸びとしたかっこいい文字が出来上がってきます。ところがこんな形でちょっと下方向に向かってしまう、どれだけ近いところから打っていたとしても下方向に行ってしまうと、ちょっと文字が窮屈に感じてしまったりするので、近いところから少し遠いところに向かって書いてあげることによって、非常に文字がかっこよくなりやすいです。なのでこんな形でこの右払いをしっかりかっこよく書いたら、この左払いの書き方や収め方によって、この右払い自体のかっこよさまでかなり影響されてしまう一点になってきます。なのでこの2つのポイントに要注意してこの文字書いてあげると、非常にこのかっこよさが生まれてくるんじゃないかなと思います。ご視聴いただきありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録ポチッとお願いします。僕のことを応援していただける方は概要欄の公式 LINE にて友達登録もよろしくお願いします。それでは良い一日をお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。